ゲームクリエイター重ねの東州優也です。出身校は新潟県立吉田高等学校です。内定先は株式会社東西です。株式会社東西はゲーム開発の依頼を受けてそのゲームを開発する会社でして、具体的には最近だとスプラトゥーン2やドラゴンクエストライバルズの開発を手掛けました。そうですね、夏休み前に内定が決まって良かったと思ってます。あとは入社までに時間があるんで努力を惜しまず頑張っていきたいと思います。自分は入学する前からゲームが好きだったので、好きなことを仕事にしたいなと思って NCC に入学しました。そうですね、やっぱり趣味が同じ人がたくさん集まっていたので、日頃楽しい一日を過ごしていました。やっぱり開発環境が整っていたので、何か作ろうって言った時に困ることなく、スムーズに開発できたところはやっぱり NCC すごいなって思いました。好きなことを仕事にできるのは素晴らしいことなんで、中学生高校生の皆さんも今のうちからちょっとずつ頑張ってみてはどうでしょうか。バイバイ。